うどんの自販機もね、ここで、こちらでね、修理してるということで。ここに落ちて、はい、ここで、まあ、今お湯が入るタイミングなんですけど、おで、まあ、今電池ここにセットしてますが、お家の中に、こちらね、ボンニジの里のうどん自販機です。以前ね、なんか1年かぐらいね、壊れてた時期があるんですけど、まあ、今回ね、この修理した場所にちょっとね行ってみようかなと思います。はい、というわけでね、こちらが自販機をね直す工場なんですよね。今日はね本当にすごいですよ。もうこれですか、これね普通のね一般の人もここで購入できるんですよ。とこね知ってる、よく通る方は通るかもしれない。でまあそのお店の場所は言えないんですけど、そのツイッターのアカウントを概要欄に載せてます。はい。ちょっとねまあいろいろあるわけで、うどんの自販機もねここでこちらでね修理してるということで、依頼を受けて。ここで、修理しているという感じなんですよね。はい、ちょっとねすっごいというか、まあね、もう修理工場みたいな感じで、はい、で、まあ、映せる範囲なんですけど、このねよく見るこの日清食品さんのこのカップヌードルの自販機、外側にあったやつよりは新しいですかね。まあちょっと新しいですね、500円玉が。ああ、なるほどね。ちょっと後で外のやつ見ましょうか。ここも大丈夫です。あ、大丈夫です、はい、大道ブレンドコーヒー、はい、まあ、こんな感じで、これ当時のやつですかね。全部当時のやつですね。ああ、すごい。1980何、90年ぐらいが確か賞味期限が。ああ、なるほど。入ってましたね。ここに S62 年って書いてるんで、昭和62年ですかね、この管理の。鍵がなかったんで。はい。こんな感じで、一応。これもう直して。店舗に置く感じ。そうですね、そこのさっきの表のところに。ああ、なるほど。そのうち、これもちょっとよく見ますね。はい、お、なんかこの中に、え、あ、カップがこの中に入るんですかね。そうですね、こっちの中にここにセットして引っかかって、これがまあ重しでここにセットします。そしてまあここなんですけど、ここがこうポトンと落ちてきて、カップがこう落ちてきて、はい、このアームがこっちに動くんです。あ、でこっちに入ったらここで電子レンジになって、でここでポンポンポンっていって、まあポップコーンなんで膨らまして、はいはいはい、でまあな30秒ぐらいですかね、温まったらまたこのアームをこっちに引っ張り出して、こっちに下にポトンとこう出てくるという、で完成というか、ね、はい、あ、そういうことなんですね。すごいシンプルというか、はい、まあでもすごいですね。でも中を見るとで乾電池の、自販機、これもねまだ現役で稼働しているのは
よく見ます。で、まあ、今電池ここにセットしてますが、これがまあここからこう、ああなるほど。出てきて、あ下に落ちてる。こう出てくる感じですね。ちょっとこれはこのコインを読み込む部分が壊れてるので修理中です。なるほど。はい。基板ですね。かちょっとまだ検討がついてないんですけど。これからまあ。はい、中身を見ていくって。そうですね。一時は動いとったんですけど、ちょっとコインを読み込む部分がね、調子が悪くて、ちょっと引っ込めたいう感じです。なるほど。はい。まあ、電池買う方なんてなかなかいないと思うんですけどね。そうですよね。はい。看板代わりといいますか、ちょっと古いのやってますよっていうような。はいはい、めちゃめちゃ綺麗ですね。はい、オーバーホールしたばっかりです。あ、ここにだいたいあれですか、あのお皿というかその器というか、そうですね、うどんの丼を置いて、はい、これがなんかお湯とか出るのかな、稼働するんですか。一応湯が今入ってないので、はい、仮にですけど、はい、下をこっちを回して、はいはい、こう動いてこっちに丼が落ちて、はい、ここで、まあ、今お湯が入るタイミングなんですけど、お押さえて雪にして、あーなるほど、お湯が入って雪にして、そっからだしとお湯が入って、あ、こういう感じで。あ、出るわけですね。はい。で、こっち。あ、なるほど。これ、秒とか出てるんですか？あ、出ます、出ます。はい。ちょっと、見させてもらって。お。あ、なかなか見ることができない。あ、こっち側に移動してきちゃってますね。さっきはもう、今、あーなるほど、今湯切りして、で、できて、で、こっち、くるっと、はい、ありがとうございます。これを、まあ、修理するとしたら、まあ、その交通費抜きだとして、まあ、およそ軽音は絶対買えるぐらいですよね。はい、およそ軽音は買えます。はい、いい値段ですけど、やっぱりそれだけの価値があるというか、はい、ですよね。でも基本的にはその自販機は直すことができたりするんです。どの種類でもというか、そのある程度その部品というか、まあ、そうですね、やってみないと正直わからないやつが結構あるんですけど、配線図があれば一番助かります。もうその部品の発注とかはもう絶対できないですよね。そうですね、いくらかはあるみたいなんですけど、今でも使われているものであれば、あ、なるほど。ただ、まあ、通常のなんかこういう湯切りとかこういう調理台、はい、調理する部分であったりとか、まあ、もう全然出ないっていう、もう平成までなんでまだ見当がつきません。おお、感じでここにストックしてます。ありがとうございます。で、コインを入れてボタンを押したら、このどこかが、あーなるほど、ほう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 、出てきて、こっからはいセットして、もうこの中で全ての作業をするっていうか、お湯とかももう沸かされとるってことですね、はい、そうですね、まあポットがついとるって思っていただければ、あーなるほど、はい。今後あのなんかハンバーガーとか、今ちょっとあれですけど、なんか売るような感じなんですか。そうですね、できたら何かしらうまいことしてハンバーガーとか昔売ってたものを売りたい予定と、まあ、あと真庭市特産品を何か売れることができたらなと。ああなるほど、はい、この自販機を通じてっていう。そうですね、まあ、このカップヌードル以外で、まあ、他の自販機に入れて売るっていうような形。ああ面白いですね。で、真庭市の何か特産品とかを売りたいなっていう人がおればぜひ声をかけてもらえれば、あのツイッターの方にと、はい、で、あとあの修理とかあれば、まあ、ね、ツイッターの方に DM というかメッセージを、はい、そうですね、かなりちょっとお待ちいただいとる状況ではあるので、
まあ、ほとんどは車を専門に直すんですけど、あの自販機の方も、まあ、修理できたりするということなんですよね。まあ、大体あれですよね、目安が軽自動車が買えるぐらいの予算を見てくれたらという、そう安いものではないと、やはり部品とか、まあ、手間賃かかったりということですよね。はい、まあ、でもそれだけの、ね、価値があるほどやっぱり引きつけるものがあるこの自販機、まあ、うどんの自販機もねたくさんあるんですけど、やはりなんだろうな、やっぱりどこで直そのメーカーの保証ですかねが終わってどこで直すんだとか迷ってて、結果的には分からずじまいで、まあ、捨てるというかスクラップというか、ね、どこかに持っていったりして徐々にあの姿を消してるんですけど、またあのもしね県内県外の方、壊れた自販機持ってる方おられましたら、この下の、ね、概要欄に載せてますんで、ツイッターの方をねぜひDM してみてください。今日はありがとうございました。はい、スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。